はいどうもピオキングです。今日はですね、人気ランキングのコースを適当に漁ってやっていきたいと思います。いつもねトロールコースばっかやってるんですけど、たまにはこういうのもいいかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきましょう。まず最初のコース、モグワイというこのコース、クリア率が 1.32% だね。サムネにはリフトとバネがあったんだけど、あのリフトに乗ってでバネを乗り継ぎながら行け。いやまずリフトに乗ってね。いやこっからガチで行くね。いやさっきのもガチなんだけど、僕そんなに上手い方じゃないからね。でここでバネ乗ってオンオフを変えて、このパタパタ乗って右、よし多分間に合う。で下に降りるっていう感じか。大丈夫、むずい。いやこれはむずいでしょ。さっきよくこのボムヘのところ行けたなって思うんですけど、ここなんだよね。あのボブ兵越えてからが難しいんだよね。こっから早めにリフト乗ってチャップ、なるほど、そしてバックを倒す、そんでなるほどこの鍵を取って中間ポイントゲットっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。でここはそんなに難しくないよ。さっきのあのボブ兵地帯の方が難しかったね。うわここまたボブ兵地帯じゃねえか。でここジャンプして受ける、そしてしゃがんでジャンプ、うまい。で体温乗ってジャンプ、なかなかやるんじゃないですか。ここはここのクリームを早く踏んで靴を早く捨てる、そしてうわー本当にリルってやる。やべもう髪がくて、どうすりゃいいのよこれ。じゃあここの青毒のリフト乗って、最後リフト乗ってオンオフをしておかなきゃいけない、そういう感じだよね。はっ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 。あのやられ方は一番ないでしょ。いやこのコースマジで焦るね。もう次にどんなんが来るかマジでわかんないんだよね。でちゃんとこの次に出てくるメット踏んでおこう、そして次下に行けばいいのか。この次来るよ、あのボブヘイ地帯来るよ。こっからジャンプしてボブヘイ、ボブヘイの惜しい。最後ゴールだったね。あそこを越えればゴールっていうことなのか。よっしゃそろそろゴール来るよ。このボム兵を抜けて、ま、さっきと一緒やんか。このボム兵地帯を抜けてゴール。いやこれマジでむずい。はいそれじゃあ次のコースはこのコース、ピーステイルって呼ぶのかな。もう説明文は PPPP しか書いてないからね、とりあえずピーシャンのコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.26%。 サムネの雰囲気からしてね、すごい楽しそうだったんですよね。さあどんな感じなんだろうね。うわこれも面白そうな匂いしかしないね。そんなに難しくないんじゃないかな。これ走って渡れるでしょ。でジャンプ、うわいいねこれ。気持ちいいわ。それじゃあ次はタイミングゲーだね。このタイミング、よし。でここでオンオフ変えて、まあ、すごいねこのコース本当面白いよ。なんかそんなに難しくないんだよね。でここで、あなるほど、あのドッスンに乗ってさらにジャンプしなきゃいけないっていう感じか。マジでここ好き、この波乗りピーみたいなやつ。でここのドッスンはなるべく引きつけておいて、こっからピーじゃん、多分これでいける。よし。さああのピーに入って、あのピーに入ってんじゃねえ、あのピーをタイミングよく押してどっかに入る。よし多分これで終わりかな。なるほどまだあんのか。じゃあここもジャンプ。よし溺れねこれマジで。なかなかね好きだよこういうの。でここでジャンプ、あのバネいるのかな。今左の方にバネあったよね。あのバネに当たらなくちゃいけないのかな。どうなんだろう、このバネ必要なさそうじゃない。でここでピン届け。よし来た来た、こっからどうすればいいの。大丈夫、なんとなくもうなんとなくでいけるよきっと。でここで竜巻乗って、もう一回ピン地帯だね。でジャンプ、どうすればいいの。ここはどうするバネに当たったらどうなるか見てみたい。ちょっとそれ気になるぞ。なるほど、バネに当たった方が簡単かもしんない。でドッスンどの辺だったっけ、ここか、ここのドッスン次はきっちり乗るよ。よっしゃさあここでゴールだね。きっちりこのピーも上から踏みたいところだけどな。一個一個踏んでいく、チャンチゴーヤッホーはいそれじゃあ次のコースはこのコース、1の1バッドイッツスピン2ウィンって書いてるんですよ。このコース僕の予想ですけど、スピン状態のまま進んでって1の1をクリアするっていうコースだと思うんですよ。どんどん進まなきゃ下に落ちるみたいなコースだと思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。スーパーマリオのままゴールでしょ、この状態で。あれ動けん
あれ、これどうすりゃいいの。うわ、もう積んだじゃねえか。どうすりゃいいのよ。いや、分かったよ。最初からもうスピンしておかなくちゃいけないのか。そうせなあのバーに閉じ込められるっていう感じで、で、ここでなるほど、ちゃんとクリボを踏まないと上に登れないっていう感じで、で、この長い黄色いブロックがあるじゃん、あれ多分土管に見立ててるんだろうね。なんでこれ形はマジで1の1そのまんまだと思うんですよ。こっからどうしよう、待ってくれ、あ、早く早くクリボ来て。で、さっきやられた場所があったじゃん、ここ上から行った方がいいんじゃないかな。ちょっと右から行ってみる、右から行って上行こっか、上から行った方がいいよこのステージ。ちょやべえ、このまま右に進めるのかな、この階段登っていこうか。あダメだ、この穴抜けるの難しいね。もうすぐ来るんだよな、あの穴が。ここマジで来る。もうどうしようもない感じですかね、これ。誰か助けて、誰か助けて。いや、ここマジ難しいんだよね。ここ集中していく、で、ここも集中していく。よっしゃ、もうクリアできるんじゃない。くそ、もうちょっとだったじゃんか。どこで踏むかなんだよね、カキ棒。ここで一旦様子見ておこう。様子見すぎた。で、知ってるからね、知ってると思うんですけど、このスピンジャンプがあるじゃん、これね、上に一マスしか飛べないんだよね。なんでね、敵キャラをところどころ踏んでいかないとね、次に進めないっていう感じになるんですよ。で、ここちょっと様子見るね。ほっ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 ほい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 。全然ダメじゃねえか。こっからなんだよね、こっから。どうにかしてカキも右に寄せて、オッケー。そして、うわー、2人一気に倒しちゃった。いや、最後のガキ棒のところがマジでむずい。あの、上にさ、4、5マスブロックがあるじゃん、あれは先に壊しておく方がいいかもしんないね。なんで、ここで全部壊します。そして、右に行ける。やったー、嘘。あとちょっとなのにな。いや、落ち着いてればいけたはず。ちょっと見ててね。ここで最初にこう右の方踏んで、いけるいけるいけるよ、いける、頼む、やった。どんどん苦労したこれ。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スーパーソニックスノー。ソニックって名前がついてるってことはさ、めちゃくちゃ疾走感のあるステージなんじゃないかなと思って、クリア率は 1.55%。 それじゃあ早速やっていきますか。最近こういうコースで見たな、ドスが襲んでくるっていう感じでしょ、それを逃げ切る。いや、ちょっと速くない。今めっちゃ速かったよね。押された先にある壁とかを乗り継いでいけっていう感じか。いや、面白いねこのコースも。で、ここでコインの通りで行けば多分いけるっていう感じだね。このずっとこの速さだったら面白いのにね。じゃあ、ここでオンオフをして、で、このままもう右に進んでまた押されるっていう感じか。で、ここで何もしないでいいの。よし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 。いや、ここ危ないな、危ない危ない。あっ、マジで怖え。ここ滑れる、滑れるで、ね、さあ押してどうす。さあ次のコース、それはないでしょう。じゃあここはブランコに捕まってすぐジャンプを押さなかったらいいんだろうね。ちょっとタイミング見てみるね。ここよしよし、すぐジャンプしたから右の方に飛んでってね、さっきやられたと思うんですけど、さあ進んでいきましょう。いや、違うんだって。まあまあ中間ポイント取ってるからね、こっからパックンの下をしゃがんで抜けてタイミングよくジャンプせっていう感じだろうね。ちょっとそれで行ってみていいかな。しゃがんでおく。うおお、すげえ。今日金メダル取ったわこれ。で、このまんまもう一回押されてジャンプ。よしよし、あ、また来たね。さあ飛んでいこう。すげえこれ、今までにこんな見たことないよね。さらにピーチダム抜けてスーパージャンプ頼む。よし。絶対やられたと思いました。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。